バスケを知らない人でもこの人だけは知っていると言われている日本バスケ界のスターといえば、日本人初 NBA プレイヤー田臥勇太選手ですね。42歳となった現在も第一線で活躍を続け、若い選手たちに刺激を与える存在となっています。日本代表のチーム最年長の比江島慎選手と同じ宇都宮ブレックスに所属している田臥選手は、まだまだやりたい、その気持ちは増す一方と、来季の現役続行に意欲を燃やしています。2023-24 シーズンもブレックスとの継続契約が決まり、在籍16シーズン目という数字が田臥選手がチームから必要とされていることを物語っています。今回はまだまだ日本バスケ界の中心人物ともいえる田臥選手のヤバい評価を紹介したいと思います。田臥選手について簡単に紹介しましょう。1980年10月5日生まれ、神奈川県出身。身長173センチ、体重73キロ、ポジションはポイントガード。能代工業高校時代はインターハイ、国体、ウィンターカップの3大タイトルを3年連続で制覇し、史上初の9冠という偉業を達成しています。出場した全ての大会で優勝を成し遂げるという前人未到の記録を残したというだけでも、田臥選手が日本人最高峰のプレイヤーといっても大げさではないことがわかります。世界ジュニア選手権大会にも初の日本人として出場し、2002年にはトヨタ自動車アルバルクこと現在のアルバルク東京でプロデビューしました。初年度から新人王を獲得し、オールスターではファン投票1位を獲得しています。翌年 NBA へ挑戦すると、2004年にはフェニックスサンズの開幕ロスターに入り、日本人初の NBA プレイヤーとなりました。NBA 時代はシーズン開幕戦のアトランタホークス戦で第4クォーター残り10分から出場すると7得点1アシストを記録しています。その後3試合出場し、計4試合でプレーしましたが、12月18日いつものように練習に行こうとするとチーム解雇を言い渡されたのです。毎日生き残るために必死と田臥選手は言っていたことがありますが、まさにその言葉通りであり、チームメイトに別れを伝える間もなく突然解雇通達が来るようです。この日から渡辺勇太選手が現れる14年もの間、日本人プレイヤーが NBA のコートに立つことはありませんでした。この14年という長い年月、日本人プレイヤーが現れないことで NBA がやはり世界のトップであることを物語っています。その中で小柄な田臥選手が NBA のコートに立ったということは、日本のバスケ界に大きな夢を与えました。その後現在の G リーグでのプレーを経て、2008年に宇都宮ブレックスへ入団。42歳で迎えた2022-23 シーズンは14試合の出場で9得点3アシストを記録し、レジェンドとして日本のバスケ界を支えています。宇都宮ブレックスとの契約を更新した田臥選手は、どんな時でも全力で自分がやるべきことにチャレンジしていきたいと思いますと強い気持ちを宣言しています。40歳を超えている田臥選手は、体は思うように動かず、できないことも増加しているというものの、手持ちのカードを増やさなければいけない、体は動かないんですけど、動かない分どう補うか引き出しを増やしていかないといけないと、相変わらずの田臥論を展開しています。年を取ってできないことが増えたことを楽しいと明かす田臥選手が、現役を続ける理由について、プレーだけでなくどうやってチームに貢献できるか、長い経験があるからこそ学ぶことも多いと語っています。ちなみに昨シーズンのコートに立った平均時間は4分39秒です。 FIBA ワールドカップ2023では日本代表選手たちが熱い試合を見せてくれましたが、8月25日に行われたドイツ戦の時には、試合前にレジェンドレポーターとしてコートサイドでマイクを握った田臥選手を見て、ネット上では大騒ぎになっていましたね。輝かしい功績を持ちながら、今も第一線で活躍を続ける第一人者の解説に、田臥が解説なの熱い、キャスターじゃなくてこのまま試合出ればいいのに、などの声が寄せられ、ファンの興奮が伝わってきます。さらに8月31日ベネズエラ戦でもレジェンドレポーターとして中継席に座っていた田臥選手は、日本代表チームが最終第4クォーターで大逆転劇の勝利を収めた姿を目の当たりにすると、解説席で言葉に詰まりながら涙声で奮闘を称えていました。
この姿を見ていたファンからは、涙の量増えた。約20年前は田臥しかいなかったのに、今はワールドカップで2勝を挙げられるまでになってるんだもん。変わったなぁ。などと、田臥選手に共感するコメントが多く寄せられています。さらに、日本代表が劇的勝利をつかんだことで、今のバスケ界があるのは田臥選手のおかげだと、バスケ界のレジェンドの存在を改めて感じさせるコメントが殺到しています。いくつかコメントを紹介しましょう。今のバスケが見られるのはあなたのおかげです。日本は進化してますねと振られた田臥選手は、そうですねと答えていましたが、これに対して SNS では、って田臥さん、あなた方先人がいたからですよと突っ込まれています。では引き続き田臥選手のヤバい評価を見ていきましょう。中学3年になる直前に開催されたジュニアオールスター、現在でいう U15 バスケットボール選手権では、現在 B リーグ3A ネオフェニックスでアシスタントコーチを務める前田博之さんも出場していました。初めて田臥選手のプレーを見たとき、すげーのが一人いるなって、とんでもないパスを出したり、自由に動き回っていて、とにかくうまいなって思った、と、今でも鮮明に覚えているほどの衝撃を受けたことを語っています。田臥選手が球界の偉業を成し遂げた、能代工業高校時代の監督、加藤光彦さんは、当時を振り返り、田臥は特に別格でした、と語っています。1996年4月21日、バスケット王国である秋田県の最高峰と言われている県男女総合選手権で高校デビューを果たした田臥選手は、実業団も含めたバスケットボールの秋田県ナンバーワンチームを決めるこの試合で、190センチ近い大男たちがいる中で圧巻のプレーで得点を積み重ねました。 JR 東日本秋田との決勝では最多の26得点と、どう見ても中学生ぐらいにしか見えない体格ながら、並み居る大人たちを蹴散らしたのです。得点能力の高さはもちろんですが、ゴールへ行くと見せかけてのトリッキーなパス回しに、会場の視線は釘付けとなり、百戦錬磨の大人たちをいきなり手玉に取りました。当時敵将である JR 東日本秋田神田博則コーチは、まさかあれほど順応性が早いとは思わなかった、中学と高校ではボールのサイズも違うでしょう、それがいきなりあれだけのボールハンドリングができるんですから、と手放しで称賛しています。加藤監督も、周りを生かすプレーが素晴らしい、見ていて楽しくなるプレイヤーですねと、入学してまだ2週間での衝撃的なデビューを飾った田臥選手を絶賛していました。能代工業高校の先輩であり、2022年3on3 日本代表戦術コーチに就任した長谷川誠さんは、当時実業団の選手として活躍していましたが、田臥くんは身長というハンディを持っているにもかかわらず、相手との駆け引きがうまい、勘がいい、能代工業始まって以来のスーパーガード、いずれ今後は良きライバルとして僕の前に現れるでしょうとインタビューに答えています。男子日本代表監督を務めた長谷川健司さんは、2015年6月、最大の挑戦と言われた OQT の時に田臥選手を説得して日本代表復帰を実現させた人物です。長谷川さんは当時の田臥選手について、技術はもとより彼がいることでチームが落ち着き、大きな波がなくなるんです。若手への影響力も多大で、日本代表チームに必要な存在であることを改めて実感した、と田臥勇太という存在を評価していました。現在活躍している日本代表チームで唯一の NBA プレイヤーといえば渡辺勇太選手ですが、渡辺選手がまだ10歳だった頃、当時フェニックスサンズに所属していた田臥選手が日本人選手として初めて NBA 公式戦でプレーする姿を見て、テレビの前で興奮し大声を上げながら応援していたそうです。それから約20年経った現在、渡辺選手は当時の田臥選手と同じフェニックスサンズの選手として NBA のコートに立っています。そんな渡辺選手は NBA のコートに立つ田臥選手を見て、この舞台で日本人選手がいるのが衝撃、すごい感動したのを覚えている、自分もこうなりたいと思ったと当時受けた衝撃を明かしています。現在のチームメートでもある渡辺博則選手は、田臥選手を見て真似できるところはない、勝負どころの落ち着きがすごい、
見えないところとか数字に出ないところ、緊迫した場面でのルーズボールなど人がやりたがらないことができる選手と次元が違う選手であると言います。日本代表最年長選手であり田臥選手のチームメートでもある比江島慎選手は、僕を生かしてくれるフォーメーションも多かった、欲しいタイミングで全部来る、相手が気を抜いている時に出すパスが田臥さんの一番の武器と言い、比江島選手の持っている最大限の力を引き出してくれてレベルアップさせてくれた選手だったと語っています。さらにずっと憧れの選手、パスセンスとリーダーシップは本当にすごいですとした上で、田臥選手に似ている NBA 選手はオクラホマシティサンダーのクリス・ポールとフェニックスサンズのリッキー・ルビオだと言います。川崎ブレイブサンダースの篠山竜星選手は同じポイントガードとして、田臥さんほどワクワクするプレイヤーはいないと断言しています。さらにマッチアップしていても全く予想がつかない真逆をついてくることがある、え、そう来るかみたいな、その度にこの人はどれだけ引き出しを持っているのかと驚かされると発想力に長けていることも絶賛しています。宇都宮ブレックスの笹則夫ヘッドコーチは、より選手の気持ちを分かっている人、苦しい時だからこそ意味があると思っている人間と人としての部分を特に評価しています。リンク栃木ブレックス時代に田臥選手から影響を受けたと語る須田雄太郎選手は、本来であれば笛を鳴らされるとボールからパッと手を離しますが、田臥選手は笛が鳴ってもボールを離さなかったと明かしています。この姿を見た須田選手は、ボールを自分が持つ意識、一見関係ない部分だけれど、そういうところに気持ちが宿っていたと大きな影響を受けたようです。2018年に富山グラウジーズ戦に勝利し、ブレックスが開幕4連勝を飾った時には、安西竜三ヘッドコーチが田臥選手の安定感を、若い選手たちは自分の調子の良し悪しでいろんな部分に影響が出てしまうが、田臥は今まで培ってきたものもありますし、今日は特にチームがうまくいかなかったところを彼が引っ張ってくれて勝ちにつながったと思いますと評価しています。日本代表の司令塔河村勇輝選手は、同学生の頃に田臥選手の試合を見て、高校生なのにこんなバスケするの、こんな想像力豊かなパスをするのと思っていたようです。そんな河村選手は、自分は田臥選手を見て育ったと言っても過言ではないと断言しています。ちなみに河村選手の家族も田臥選手の大ファンだったようで、父親は田臥選手の能代工業高校時代に出場した能代カップの DVD を大量に購入し、河村選手が小学校時代の6年間子守歌のように見せながら寝ていたそうです。そして初めて田臥選手と対談した際には、画面上でずっと憧れていた大先輩と語り、対談前日は眠れなかったことを明かしています。対談では終始緊張していた河村選手は、オーラがすごすぎて目が合わせられなかったとレジェンドのオーラに衝撃を受けていました。横浜 B コルセアーズの細谷正史選手も、田臥選手は夢を与えてくれた憧れの選手だと語っています。ちょうど細谷選手がバスケを始めた頃に田臥選手は NBA へ挑戦した時期でした。夜中にフェニックスサンズの試合を見て、ああ、いつかこういう風になりたいな、いつかこの人と対戦していつか超えたいなとずっと思い続けてきたそうです。アルバルク東京に所属しているライアン・ロシター選手も田臥選手に憧れた選手の一人です。ロシター選手は、田臥勇太がいなかったら今の自分はいないですし、彼がいなかったら日本に来る機会がなかったと思うので、彼へのリスペクトの意味を込めて0番をつけていますと背番号に込めた思いを語っています。バスケ漫画の金字塔であり少年漫画史上最高の名作といえば史上最高傑作スラムダンクですが、作者の井上雄彦先生は高校時代に田臥選手が9冠を達成したことについて、あららららら、ら漫画を超えて漫画以上に漫画っぽいと語っています。田臥選手を評価する声はバスケ界だけではありません。今では10年以上親交があるという元サッカー日本代表選手の中澤裕二さんは、田臥選手について、自分の J リーガーとしての立ち位置を改めて見つめ直すきっかけを作ってもらったと言います。
中澤さんが悩んでいた時期に日本のバスケは2つのリーグに分かれてしまっている状況だけど、自分がアメリカでチャレンジすることで競技の知名度を上げることができるかもしれないと田臥選手から聞き、チャレンジする姿を見て自分を見つめ直すことができたと感謝を語っています。そんな2人は刺激し合う関係のようで、中澤さんは田臥選手について、バスケをやらないとダメな存在ですから、そういう宿命ですから絶対に引退させないって決めてると力強く話しています。さらに、もし田臥選手から引退するって連絡が来た時には絶対反対すると宣言しています。選手をはじめ周囲から称賛の声が絶えずリスペクトされ続ける田臥選手は、年のことなんか考えてる暇がないくらい必死なんですと言います。さらに、1年でも長くやりたい、小学生の頃からバスケが好きな気持ちは全く変わらないとバスケ愛を語っています。そして NBA を経験したように、いつチャンスが訪れてくるかわからないと考えている田臥選手は、そのチャンスのために常にパフォーマンスを理想としているものに近づけたいと心境を明かし、どんな時でも力を抜くことはありません。この思いこそが周囲が口を揃えて言う、誰よりも準備し練習している、常に 100% と田臥選手について語る理由なのでしょう。そんな田臥選手の姿を見て、若い世代の選手たちが刺激を受けていることは間違いありません。まさに生ける伝説としてバスケ界を走り続けています。宇都宮ブレックスの代表者である小野純一さんは、田臥選手は特別な存在です、日本人初の NBA プレイヤーであることもそうですし、これから先もずっと彼に代わる選手はいない、日本を代表する選手だし、ルーズボールへの執着やプレーの泥臭さといった田臥選手のメンタリティが、ブレックスのチームスタイルはもちろん、フロントスタッフが仕事に取り組む姿勢にもつながっていると思いますと熱くなりながら語っています。余談ですが、田臥選手はまだ結婚していません。いつ結婚してもおかしくない年齢であり、過去には前田裕樹さんや竹内義恵さんとの熱愛が報じられましたが、すでに2人とは破局しており、バスケ一筋の生活を送っているようです。いかがだったでしょうか。田臥選手のヤバい評価は語り出したらキリがありません。1年でも長くバスケットをやりたいと語っている田臥選手は、まだまだ日本のバスケ界に影響を与え、若い世代の憧れとして牽引し続けてくれることでしょう。今回はこの辺にしておきます。よろしければ高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。